どうも、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間でございます。今回はですね、まあ、商売をする上で、連絡ツールってのがすごく大事になってくると思いますえ。昔はね、メルマガが一般的だったんですけども、アプリとかね、特に LINE っていう概念が出てきて、LINE で届けるっていうことがメルマガに勝る手段として対等、えー、してきました。これはどういうことかっていうと、メルマガってね、到達率に非常に悩まされるんですよね。その、 メールを送っているんですけども、そのメールが相手のね、ウイルスバスターなどに阻まれて届かないってことがあるんですよ。まあですんでお互いに G メールを使って G メールを受けていればいいんですけども、メール配信ソフトによっては G メールを特定のメールアドレスに書き換えられてしまうってことが起きますので、やっぱり受け取る方としてはそれをね、ブロックするっていう機能が働きやすくって、よく迷惑メールレフォーダーに振り分けられちゃうわけですよね。 で、この点を解決したのがアプリケーションっていうものなんですけども、アプリっていうのはあくまでもアプリ対アプリの中でやり取りしますんで、基本的に全部届くんですよ。こっちの方が LINE 使ってた、こっちの方が LINE 使ってた。LINE の中でのメッセージのやり取りなんで、基本的に同じ、えー、サーバーに格納されてますから、弾かれるってことがないんですよね。まあ、ですんで、メルマガの台頭がだいぶ影を落として、LINE の方に移行してきたっていうところがあります。 ただしやっぱりね LINE っていうのはね使いやすいだけにビジネスに徹底的に使われちゃったんですよで LINE をブロックするっていう現象が今度起きてきましたで逆に読みやすいのがねまたねメールマガジンってことになってきたわけですよねうん今となってはどちらがいいのか悪いのかなかなか分かりかねるところがあるんですけどもメールマガで発信をしている人っていうのはまあなかなか LINE を使わなかったりするんですよね まあそうすることによって信頼を担保しているとも言えます。大体 LINE を使っている人っていうのは、LINE はプライベートなあー連絡用。ですからセールスを非常的に非常に今ね、嫌う方向にあります。セールスの LINE はブロックしちゃったりするわけですよ。で、また LINE がですね、セールスですとか、あとはね、極端な文言を使った分に関しましては、もう利用停止をね、発信者にしたりするんですよね。で、メルマガの場合はブログとすごく似たような感じで、ほとんどの文字内容に制限がないんですよ。 で,すんで届けやすいってこともありますしあとねやっぱり受け取り手のデバイスの問題がありますねメルマガを読む人って大体パソコンで広い画面で見るんですよで LINE っていうのは短文を読むのに適してるんですよねだからやっぱり友人とのやり取りとか身近な人との本当に Twitter みたいなね2語3語のやり取りには向いてるんですよでもセールストローになるとかなりの文章量になりますからとっても LINE では読めないんですよねまあそういうことも相まって LINE でセールスするのが今強いかっていうとそうでもなくなってきたかなと結局は揺り戻しが起きてメルマガが今強いんじゃないかなって私は思いますよね問題は到達率なんですよそれだけなんですよ届くようなメルマガだったらメルマガが圧倒的にセールス力はあると思いますさあそして LINE とメルマガの対決ですけどもアカウントを作らなくても見れるそんなやっぱりね YouTube っていうのがさらに上を行くんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは本日は以上です。お疲れ様です。うん